ちです。ピピピー動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、2021年初の、じゃーん！ラバのセール品の春まで着れる大量購入品紹介を入れていきたいと思います。この前ですね、ザラに行ったら、ちょうどセールが行われていて、セール品の中から、安いんだけど、これだったら春まで着れるだろう。っていうね、アイテムたちを合計で6点ほど、今回購入してきたので、ぜひね、春先まで着れる、お買い物の参考にしていただけると、すごく嬉しいです。それでは早速動画、行くぞ！はい、ということで早速ご紹介していきたいんですけれども、まず一つ目がですね、私が今着てるね、こちらのピンクのワンピースをちょっとご紹介したいと思います。商品クレジットはこちらです。ニードルコードタフタワンピースでございます。こちら、カーキとピンクの2色展開で、もともとが5990円なんですけれども、なんと 65% オフでですね、1990円でゲットできました。めっちゃお得。こちらの商品着てみたシルエットが、こんな感じです。こちらね、コーデュロイのワンピースになっていて、今回私 S サイズを購入しました。で、あのね、私ザラで、去年の冬にね、結構ワンピース、こういうミニ丈のワンピ何個か購入したんですけど、XS にしてて今までずっと。で、やっぱ XS だとちょっと丈が短くて、若干肩周りがね、きついなっていうことに気づきまして、その気づきをもとに今回からはワンピース系すべて S にしてます。このワンピで薄いコーデュロイのね、ワンピースなんですけど、この薄さだったら春に着ても全然暑くないし、重い印象にならない軽いタイプのコーデュロイですし、このね、ちょっと春っぽい、桜っぽいね、カラーがすごく春にぴったりだなと思って今回購入しました。ただこのね、ワンピース、ザラに結構あるあるなんですけど、貝どころじゃないぐらいのしっかりとした V ネックになっているので、インナー問題が結構出てくるかなと思うんですけど、私はね、今回中に、このね、楽天で購入したスリップも着ているんですけど、このスリップもね、私もずっと使ってて、使いすぎてね、肩紐がちぎれてきちゃったので、同じやつを再度また購入して、最近注文しました。このタイプの形のね、ワンピースって結構ザラ多いんですけど、ザラのワンピってね、このティアードの感じとかもすごくね、ちょうどいいというか、ボリュームありすぎず、でもしっかりとねふわとかも見せてくれたりするので、これねカーキと2色なんですけど、多分セール品にはピンクしかなかった気がするよな。6000円ぐらいを2000円ぐらいでねゲットできるってめちゃお得だと思うので、これこそ秋冬物を春まで着れるっていうお得なお買い物だったと思います。まだまだいくよ。お次はこちら、じゃじゃーん、チェックのですね、先ほどと同じような形のミニワンピをご紹介したいと思います。ザラのチェックシャツワンピース、サイズは今回も S サイズで、こちらもですねお値段が5990円が 65% オフで1990円でした。安いお得、それ着てみたシルエットがこんな感じです。こちらのワンピースはね、一つ目に紹介したピンクのワンピースともう形はほぼ一緒です。このすごく深めな V ネックに2段ティアードになっているワンピースなので、ただ素材がね、先ほどはコーデュロイだったんですけど、これ結構薄着で、これは春本番でも全然着れますし、むしろ夏手前ぐらいまで着れそうなぐらいすごく涼しげな素材になっています。なんかこういうさ、ギンガムチェック系のワンピースってちょっとミニ丈だと子供っぽくなりがちかなと思うんですけど、この深めのね V ネックになっていることによって、カジュアルすぎる印象というか子供っぽい印象をこう物色してくれて、結構大人っぽく着れるなと思ったチェックのワンピースでございます。私ね、なぜ1つ目と2つ目でこういうミニワンピースを今回ゲットしたかというと、今年の春でやりたいスタイリングがあってですね、こんな感じでちょっとヒールのあるパンプスを合わせてミニバッグとかちょこんって持ったちょっと大人なんだけど可愛さもありつつみたいなね、こういうスタイリングをすごくしたくって、今年の春はパンプスを結構集めようと思ってます。このね、今入ってるのは GU のね、去年か一昨年に買ったパンプスなんですけど、このねパンプスの色違いを今年はもう GU で絶対にゲットしたい。発売が始まったらすぐにいろんな色をゲットして、ミニワンピにこういうねパンプス系のスタイリングを今年はたくさんしたいと思います。これほんと可愛い。黒とね白で結構ねシンプルなデザインになっているし、まあ、軽い素材なので結構着てて楽ちんですし、なので長時間ね遊ぶ時とかにもすごく向いてるかなと思いますね。私はこうパンプスで合わせたいんですけど、全然スニーカーとかロングブーツとかでね結構カジュアルに合わせたりとか、今っぽくトレンドっぽく合わせるのもすごく可愛いと思うので、ぜひ皆様これもね、めっちゃ安くなってるからね 65% オフだったので、まだザラに残ってたらぜひゲットしてみてください。お次はこちら、じゃん、今の緑のですねスケスケのワンピースをご紹介したいと思います。商品クレジットはこちらです。ファインニットカーディガン、お値段が5990円が 30% オフで3990円になっておりました。サイズは今回 M サイズを購
入いたしました。こちら着てみたシルエットがこんな感じです。なんか私こういうバキバキっとした緑のワンピって多分ここまで明るいの持っていなくて、今までもっと暗かったりとか逆に明るかったりするものが多くて、こういう原色っぽいの持ってなかったんですけど、なんか今年は結構元気なビタミンカラーをねたくさん着たいなと思ったので、ちょっと挑戦として買ってみました。まあ、あとは個人的に骨格ストレートなので、上半身にね生地が厚ければ厚いものを着るほど上半身がごわついて見えてしまうなと思っていたので、まあ、なのでちょっとこうスケスケ系のねワンピースとかそういうトップスとかを着て、さらにこう着痩せしたいなと思って今回購入しました。これ S と M とすごい悩んだんですけど、店頭で見た時に S と M で丈が全然違って、なんかこのスケスケのこの色のワンピースだからこそ多分長い方が可愛いなと思って今回は M にしました。すっと綺麗なシルエットでアイラインが綺麗に出るように長い方が可愛いかなと思うので、もしねこのワンピース検討してる方いらっしゃったらちょっと長めを購入するのがおすすめです。でちょっと個人的にはこういう緑のワンピースとかに、これちょっとダラじゃないんですけどカラーサングラスとかこういうカラーメガネ系とかを合わせて年いきたいなと思います。なんかこういうスタイリングにデニムとかに合わせてちょっとこうカジュアルにね着るのも可愛いと思いますし、これは女っぽく色っぽく見せる服っていうよりかは友達と遊ぶ時とかに着ていきたいなと思います。ちょっとデートとか男の子がいる場所とかに着ていくの個人的にはちょっと違うかなと思うんですけど、ちょっと友達とカフェ行く時とか今日は気分変えたいなって時とかに着ようかなと思います。袖も可愛いんですよ。このボタンが3つついてて結構袖も長めになっててズルズルっと着れてめっちゃ可愛いです。ジャケットをご紹介したいと思います。商品クレジットはこちらです。テーラードジャガードブレザー、こちらが8990円がですね 55% オフで3990円になっておりました。こちら私 L サイズを今回ゲットいたしました。こちら商品着てみたシルエットがこんな感じです。こちらはですねもともとパンツとジャケットのセットアップで着るアイテムなんですけれども、このジャケットのみがお安くなっておりました。私ジャガードのこういうテーラードのジャケットちゃんとしたやつ多分持ってなくて、ちょっと挑戦として今回購入してみました。ジャガードなんですけど全体的に色ね全部統一されていて、どんなコーデにもすごく合わせやすいなと思いますし、ただねこれね肩パッドが結構しっかり入ってるので、私はね今年は肩パッド結構入ってるものも着ていこうっていう方針なので、自分の中でねなのでいいんですけど、肩パッドちょっと苦手だなって方は若干厳しいかな。うん、ザラのね商品って結構肩パッド入ってるもの多くって好き嫌いちょっと分かれるところかなと思うんですけど、私はこんな感じでキャミワンピースにサクッとジャケットを羽織って、去年買ったキャミワンピースを今年買うジャケットで着回すっていうのを結構いろいろ入れたいなと思って、今年はジャケットも結構集めていこうかなと思っております。これねカラーはね木なりっぽいんですよね。白っていうか、まあ、アイボリーよりもちょっと黄みが強いけど木なりまで黄みは強くないみたいな感じのカラーなので、私ねイエベ春なんですよ診断していただいた時に、なのでパーソナルカラーにも結構合ってるカラーかなと思います。でもねザラに他にもいろんなジャケットあったので、無地のジャケットっていうのは結構変わった素材のねジャケットとかを探すにはザラがすごくいいと思うので、ぜひ店頭見に行ってみてください。パラパラいくよ。お次はこちらちょっとね透けてるねガウンをご紹介したいと思います。商品クレジットはこちらです。オープンニットロングカーディガン、お値段が5990円が 30% オフで3990円になっておりました。サイズは M サイズを今回ゲットいたしました。こちら着てみたシルエットがこんな感じです。こちらはですねこういうくびれがない系というかしっかりアイラインがストンってなってるものって骨格ストレート着膨れしやすいかなって個人的には思っていたんですけど、これコットストさんでも全然着膨れしないアイテムだなと思いました。半袖のスケスケのねこのガウンになってるんですけど、ガウンだけど結構ワンピースっぽく着るのが私は可愛いかなと思っていて、キャミワンピにそのまま重ねたりとかで、そのままこう1枚というか1つのワンピースとして重ねて着るのが可愛いなと思います。ブーちゃんちょっと待って、ブーがクシャ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 って、なんかクシャクシャするのはやめるんだよ。ブーちゃんは可愛いかな。やばい、親バカが。なんだっけ、どこまで話したか忘れちゃった。夏には、デニムとかね、そういうパンツ系にね、さらっと羽織るのも可愛いと思いますし、これもサイズね、S と M でめっちゃ悩んだんですけど、このワンピも、ちょっと丈長めのが可愛いと思ったので、M にしました。S でも行きたいけど、ちょっと短かったような。うん。この透け感がね、
ねあるものは意外と短すぎると逆にダサく見えちゃうかなと思うので、これも M サイズがおすすめです。でもね、部屋着とかで着るのも結構可愛いなと思っていて、こんな感じでスリップの上でサクッと羽織ったらちょっと足チラッと見えて、上からちょっとこうガン羽織ってるので、おしゃれなルームウェアとして着るのもすごい可愛いかなと思いました。ベージュ系のコーデ好きな方とか、ロングワンピで着膨れしたくない方とかにすごくおすすめです。ただね、今すぐ着れるアイテムじゃないので、夏まで長く着れるものって感じかな。寒い時だったらね、中にタートルとかそういうインナー系を長袖を重ねて上からガンとして着るのも可愛いと思うので、すごくおすすめです。ラストはこちら、ですね、黒のベストを最後にご紹介したいと思います。商品クレジットはこちらです。エンブロダイアリーベスト、カラーはブラックで、お値段が6990円が3990円に 40% オフになっておりました。こちらがですね、私 S サイズを今回購入いたしました。こちら着てみたシルエットがこんな感じです。これはね、本当に柄というかデザインがすっごく可愛くて、この辺にね、黒のビーズとかがね、バーって入っていて、このね、サイドとかにもね、すごくね、細かい工夫がされていたりとか で、ベスト自体ね、全体的にこう黒でまとまっているので、この細かい柄もガラガラしすぎてないというか、あんまり派手すぎない感じがめちゃめちゃ可愛いなと思ってお気に入りです。で、去年の夏とか秋はジレを着ることが多かったんですけど、今年の春はちょっとベストとかを取り入れたコーディネートをしたいなって個人的には気分で思っているので、このね、ショート丈のね、ベストがワンピースと合わせた時にね、すごくスタイルアップして見えますし、実は私これをね、着たかったコーディネートが1個あって、私がプロデュースしているアパレルブランドのリルアンビションから白のこういうパキッとした形が可愛いワンピースが出るんですけど、こういう白ワンピにちょっと素材感が違ったりとか、ちょっとデザインにこだわったベストを重ねてきたら絶対可愛いなっていうところまで想像してこれを購入しました。なので、このリルの白ワンピにこれを着てもうお出かけしたいなと思っています。可愛くない？この短い丈感がさ、リルのこのウエストグーッとシェイプしているこのシルエットにすごく合っていて、ウエストシェイプしてる上からこのミネ丈のベストを着ると目の錯覚ですごくもっと細く見えるので、私はこの合わせでいきたいなと思います。で、素材はね、ベロアがね、ちょっと冬っぽい素材なんだけど、まあ、肌でも全体ベロアじゃなくて一部だけベロアの素材入れたりするのはそんなに重くならないし、逆におしゃれかなって個人的には思うので、人それぞれね、好みあると思うんですけど、今年はね、これと一緒にいろんなワンピースと合わせていきたいと思います。ぜひお買い物の参考にしていただけるとすごく嬉しいです。それではエンディングへ、レッチョボ。以上、奈良の春先取り購入品紹介でした。本日も忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやっておりますので、遊びに来てー。もうさ、カスベスやばいよね、なんて言った今、遊びに来てねー。それではまた次の動画でお会いしまーす。よし、バイバーイ。ビビーじゃあ、ゼロが痛すぎるおもちです。ありがとうございました。ちょっと待って、ここで見てくれてありがとうございました。春服超可愛くなかったですか？春服ではないな、秋冬服のセール品を春まで着れるものを厳選したから新作ではないんですけど、奈良のセール結構長く続いている気がするので、ちょっと皆さんもぜひ参考にしてください。で、ミニワンピのめっちゃ可愛くなかったですか？あ、ちなみに中にね、着てるこのワンピースは私のお友達のね、マルっていうインフルエンサーの子がやってるブランドのひなりっていうブランドのね、ワンピースです。これマルが作ってるんだけど、めっちゃ可愛いの。ということで、皆様ぜひ奈良の購入品参考にしてもらえると嬉しいです。ということで、今日も見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画で会おうね。バイ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 。じゃあねー。また次の動画もコメント楽しみに待ってます。バイバイ。いつもありがとう。